はい、ではですね、下半身いきたいと思います。下半身は一番ポイント、大事なポイントは姿勢なので、一回向こう向いていただいて、まず普通に立っていただいて、でこの時の状態ですね、足の裏、特に内くるぶしと外くるぶしの間でしっかり体重がかかっているところ、そうすると骨に乗ることになります。大体の方はつま先に体重がかかってしまって、指先、そしてふくらはぎで立っている人が多いので、すぐ疲れてしまう。なので内くるぶしと外くるぶしの間でしっかり立つ。そして重心を捉えることが大事なので、重心は、人間の重心の中心はですね、おへその少し下にあるので、ここが後ろに来ればかかとに重心がかかります。前に引っ張られるとつま先の方にかかるので、ご自身で先ほど言った内くるぶしと外くるぶしの間ぐらいに乗るなっていう感覚でいいです。ところで止めていただいて、ここはデフォルトです。この状態で体を動かしていくと、より骨に刺激が入って頭まで抜けるような形になりますので、全身に効いてくる形になるので、ここちょっと意識しながらやっていきましょう。さあ、ではこちらに、そうですね、その位置でまずは普通のノーマルでいきますよ。はい、肩幅に開いていただいて、そうですね、手は骨盤、そうです、そのまま、先ほどの来たように少しお腹を少し前に後ろにして、このままお尻を倒していきます。1、2、3、はい、戻す、もちろん戻していいですよ。そう、ここまで2、2、3、あおいで3、2、3、アップ4、2、3、ナイス5、2、3、万歳しながらいきましょう。万歳して6、2、3、万歳することでより股関節からお腹まで効いていきます。3、ナイス8、2、3、ナイス9、2、3、 OK、 ラストを倒れるところでお尻を下げていきます。はい、 OK、 いいですね。では次は足と足をくっつけて、膝が開かないより内もも絞りながら同じようにやっていきましょう。では手を骨盤に置いて、お尻からダウン、1、2、3、そう、徐々に可動域出していきます。2、2、3、ナイス3、2、3、アップ4、2、3、ナイス5、2、3、 OK、 6、2、3、ナイス7、2、3、そう、8、2、3、そう、ナイス9、2、3、よし、ラスト10、2、3、はい、 OK、 いいですね。では足をワイドに今度はして、お尻と内ももを両方にさらに効かせて、股関節周りも刺激できます。もう一度ワイドしましょうか。ワイドにして、指先は45度外向けましょう。そのまま先ほどと一緒にお尻を落としていきましょう。レディーゴー。膝の向きはつま先と同じ向きに、3、アップ2、2、3、ナイス3、2、3、いいですね。4、2、3、ナイス、足の裏から5、2、3、では反対していきましょう。1、2、3、ナイス2、2、3、ナイス3、2、3、ナイス4、2、3、ラスト5、2、3、はい、 OK、 いいですね。お願いします。 OK、 ではタオルを使って今の姿勢で、はい、ちょっと足を広げていただいて、今度はこのまま持っていただいて、バンザイします。ぐっと、そうですね。でそのままお辞儀をしていきます。お辞儀をして、背中ともも裏、お尻使います。床と平行、そして手が耳よりも下がらないようにこのまま遠くに伸ばすようなイメージ、そう、背中使います。でこのまま持ち上げて1、そう、ダウンダウンダウン、そう、アップして2、いいですね。ダウンダウン、背中と下半身一緒に使っていきます。3、吐いてシュッ、いいですね、ナイス。お
をしていきながら床と平行になっていきましょう。6ナイス7吐いて8スタート。オッケー、いいですね。では次は足を一回閉じていただいて、左足を後ろにしてこちらの足だけ前に、そうですね、左足下げて、そうですね、そうですか、はい、オッケー。でそのままこちらの足でお尻を落としてスクワットしていきます。こちらの足、そうで、こちらの足で伸ばす、胸と膝の位置が同じあたりに来る形で、片足のスクワットですね。さあ右足体重、前足体重で、そうナイス、そう、目線まっすぐ、いいですね、膝が前に出ないように6、そう、ここで捉えて体重ちょっと右に振り過ぎない7、ナイス8 9 OK、ラスト OK、では反対側いきましょう。さあ左足で体重を上げてみましょう。お尻を落としていきます。おー、ナイス、こっちに立ち上がる、よし、左足、右足やらない、前に投げ込めて前の足で立ち上がる、3、ナイス、ダウン、ダウン、ダウン、シッ、オッケー、5、ナイス、6、そう、股関節膝と足の2番目と3番目の指の中央で受ける、8、ケッ、そう、はい、オッケー、いいですね、オッケー。では次はまっすぐのままで来てこれですので、右足を自分で抱えます。バランスを取ったらそのまま前に出して足に対して、で右足で蹴って戻ります。左足抱えてランジですね、前方ランジで戻る、で右足抱えて足を交互にやっていきましょう。はい、もう一歩後ろに行きましょう。はい、そうですね、その位置から右足抱えてバランス取ったら右足前に出して体重乗せる、で右足蹴って戻る、そう、左足前、そう、戻って、ナイス、蹴って戻る、ぐっと蹴って、そう、かかとで蹴って戻る、はい、そう、足の上ぐっと、そう、ナイス、ぐっと、3、ナイス、左足、キャッチ、バランス、そう、ぐっと、ナイス、そう、親指、母指球で蹴って、そう、かかとでしっかりついて、母指球で蹴って、ナイス、右足、そう、アップ、左足、ナイス、前の体重、前足に体重しっかり受けて、はい、右足、ナイス、アップ、左足、ナイス、アップ、右足、そう、ナイス、左足、グッド、さあ、もう一度いきましょう。ナイス、グッド、出していくれずつ、ナイス、はい、オッケー、いいですね、オッケー、もう手が盛りました、はい、はい、次はサイドですね。横向きキャッチしたらバランス左グッドで起こして右足キャッチ、で、ぐっと。で、少し立ち上がって、左足。はい。はい、ちょっと前で行きましょう。はい。その辺で、肘をこっち側にちょっと寄っていただいて、はい、右足、もうできるんですよ。右足キャッチして、はい。そう、で、右足開いて、ノースルー。で、右
しようと思います。伸ばしてから、はい、左足キャッチ、はい、ぐっとお尻残して、そうで左足残して右足キャッチ、そうキャッチ、そう左足キャッチ、ナイス、そう右足キャッチ、そう横のサイドランですね、お尻と内ももに刺激入ります。だんだん前に行ってますよ、はい、はい、そう横に真横に出す、そう肘と膝とつま先が一直線、そうキャッチ、一回戻りましょう、そう OK、ナイス真横に出して、そう左足キャッチ、ナイス伸ばして右足キャッチ、頑張って伸ばして OK、 ラストはい、OK、 こういう感じでしっかり体重をかけることですね。 OK、 ではブレイクします。